ある意味絵の創造主。どうも、今日はこんなとこからご挨拶です。それにしても天気がいいな。この前瞬間移動っていうかワープ失敗したんで、今日もちょっとやってみようかなと思います。ほい。いってー、やっぱちょっと瞬間移動は難しか。とともやです。7回目も元気に書くぞ。こんにちは。さて、今回びっくりしたのはペンがつかなくなったことですね。かなり焦りましたよ、もう。ただですね、実はあの後で分かったんですけど、ホワイトボードの一部だけにペンがつきづらい感じになってたようで、自分の手の油なのか、ちょっとホワイトボードに対して掃除が行き渡ってなかったのか、いかなかったのかなぁと。ホワイトボード自体をまだ使い慣れてないことから、こんなこともあるんだなと、一つ、勉強になった次第です。ちなみにホワイトボード用のペンってもっと細いのないのかなとか、もっと細いのがあればもうちょっと細かく精度が上がる、作品の精度が上がるんですけどね。ちょっと探してみましょうかね、もうちょっと。それと、最近全世界でコロナウイルスが広まってますけど、前回話した
4月に開催されるパリ展、あれがなんか露骨に影響出そうな気がしまくってるんですけど、シャレなってないんですけど、ん？あれ？なんだ？失礼しました。猫に憑依されてたみたいです。今回はこんなところで、バイバーイ。